する。あ、高さがこれぐらい。こんばんは。やば、どっから配信してんねんって感じですね。こうしようか。OK。こんばんは。昨日は公演がありまして、そうなんです、チーム B2 のね初日だったんですよ。僕の青春公演、いかがでした？神瀬取りでした。おお、よかったです。なんとか無事初日を終えれて一安心です。で、来てくれたよって人いますか？ありがとう、最高やった、よかった。ニット帽はこれはニューエラですね。そう、衣装可愛かった。ああ、うん、運動量えぐい確かに。そう、昨日のね話をしていけたらなって思います。まあ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 招待されてなかった。幸せ、よかった。そう、なんかタイトル声名にもある通り青春っていう、あの青春がね、青春と学校がテーマなんですよ、この公演の。で、あの青春をみたいな、このなんていうの、若手が多いんで結構なのでね、青春とかキラキラ感とか、まあ、B2 やし、B2 といえば王道って感じなので、そうなんです。ってな感じで悟りをね組んでまして、うん、失った青春それはね本当に失ったんかな、みんな分かんないけど今日はちょっとすっぴんなので皆さん勘弁してくださいうん、そうそうそう、1曲目からいく。清純フィロソフィー。清純はあの坂田美咲かなが結構書いてた覚えがある。なんか瀬戸り会議をするときにこう持ち寄るんですよ、みんなそれぞれ何の曲がいいみたいな、こんな曲やりたいですみたいな、それを私とかゆいなさんとか先輩方と大人の人とでこう会議して瀬戸り決めるんですけど、その時に美咲がかな、なんかみんなでやりたいですみたいな書いてて、いいやみたいな、青春を守りたいって、なんかがなんていう、青春っぽい、ほんとアイドルなりたてほやほやみたいな感じの歌なので、そう入れようって言って、なんかファンの方も結構好きな方多い神曲系フィロソフィーですよねなイメージ、フィロソフィー結構人気曲なイメージあります。そうで、2曲目が快速と動体視力。これはあのこの前のね、いつだっけ、あの周年の日になんかチーム曲で会ってたじゃないですか、チームごとにこうそれのね時に、はい、あのやるかってなったんですけど、残念ながらセトリ落ちしてしまった。ケイトさんがもうご利用しでこの曲快速やりたいって言ってたんですけど、残念ながらねできなかったんですけど、その時はだからけど、この曲めっちゃいいやん、そこでみんなが知って、そうみんなめっちゃだから書いてました、瀬戸りやりたい曲に快速と動体視力、めっちゃなんかあれです、ね、快速に乗る男の子が普通の各駅停車の女の子に恋をするみたいな曲なんですけど、そうめっちゃね爽やかで本当に B2 っぽい感じなんですけど、めっちゃ追っかけとかが大変な曲でほらーとかまっとーとかあるんですけど、最初も脳トレでしたねクレッシェンドするフリー、あの角度めっちゃ合わせるの大変なんですよ実はそう知ってる曲多かった。おーね、快速本当に B2 っぽい、ザ・B2 って感じ。
うん、青春ですわ。で3曲目ボーイフレンドの作り方、これはなんか学校がテーマなんで学校っぽいボーイフレンドの作り方っていう曲が、学校みたいな感じなんですよ、先生がいてみたいな、早くなんか授業するよはーいみたいな、そんな感じなんですけど、ワカポンさんとねゆいなさん、ワカポンさんとゆいなさんが先生役、保健室の先生と、あとあの体育の先生っていう、一人一人にねちゃんと役があるんですよ。ちゃんとみんなで話し合って、この曲の時はあなたはどういうキャラにしようみたいな感じをね、そう決めて、私のねキャラもちょっと皆さん当ててみてください、また内緒ですそう、どんなキャラか、そうそう、この曲はね結構なんていうの、この曲と快速と動体視力は結構若手が、若手っていうか若いメンバーがね前にそう出てっていうか選んでもらってるんですけど、ボーイフレンドはね2番手なんですよ、私実は。偶然予想を言って2番目に歌ってるんですけど、そうあんまねサビが結構横並びなんで分かりにくいんですけど、そう2サビ前のねあのところではなんか一人一人ガヤみたいなのがあるんですよ、なるほどとか長いとか言ってるんですけど、 そこでねあのよし行くぞって言ってるんですよ、そうのろさんのねところのセリフを私が言っててそうそう、キャプテンキャラ、そうそうそう、数字のチョコ歌ってるんですよ実は、トゥーなんです、トゥーいい曲ですね、この曲もうわちゃわちゃって感じ、本当にワン・ツー・スリー結構メンバーのねその仲良しな雰囲気とか見てもらったらよさ行くぞ決まっててよかったこんばんは、こんばんは、そうなんですよ。で4曲目がサングラスと打ち明け話、このね実はこの曲のボーイフレンドの、ね、ラストポーズの時に、ね、私がなんか学校っぽいポーズをするみたいな感じの決められてるんですよ、振りが最後にチャチャンチャチャンで、その時に私がねこうなんか学校って今ランドセルだと思ってこうランドセル背負うポーズをしたんですよ、そしたら止まってる時にしおりさんに、ね、めっちゃ爆笑されて、なんでそんな笑ってるんやろと思ったら二宮金次郎やんって言われてそう、ここのこうリュックを持ってるフリーだと思ってたのに二宮金次郎に勘違いされてね、そこから二宮金次郎って呼ばれるようになりました、その時そうだから皆さん二宮金次郎をちょっと探してみてください、ぜひ。そうめちゃめちゃ笑ってましたね、一番笑ってたよその時サングラスのそう打ち明け話、サングラスと打ち明け話の前にこう一瞬ねパッて見るんですよ、私たちの真ん中をね、その時に二宮金次郎を皆さんが見てくれるっていう、そうそうそう、別に銅像のつもりでやったわけじゃないんですけど二宮金次郎になっちゃいました、またねだから探してください、そうおすすめじゃない、チェックポイント1二宮金次郎波は金次郎探せです。でユニットがなんとウィンブルドンへ連れてってでしたそうジヒーがサングラスと打ち明け話、えそうなんか今回のその時になんていうんですか、振り起こししていくんですけど、その時にもらったね映像がね、そうジヒーさんがいて、研究生時代かな、分からんけどめっちゃ前の、すぐ分かりました、めっちゃ画質荒かったんですけど戻り方で発見すぐ分かりました、そう、うーん、テニス部、そうなんです、テニス部なんで、そう
そうそう、ウィンブルドンへ連れてって、そう、黄色のね衣装だったんです。私は阪神カラーでした。めっちゃ可愛く今回もあの新衣装作っていただいて、そう、新衣装の話してなかった。オープニング曲が新衣装だったんですけど、めっちゃ可愛くないですかあれ、本当にめちゃめちゃ可愛い。水色のね、なんかそれぞれチームでこうなんかズームみたいなして、どんな衣装に新衣装がいいですかみたいな感じのキャプテン副キャプテンがねこう話し合うみたいなあったんですけど、その時に B2 はなんかザ王道の、なんか私たち B2 が目指してるのがすごいフェスとかに出演したりとか、そうチームとしてね、なんか小島 B2 さんみたいな時のように TIFF とかに出させてもらえるようなチームで、強いチーム、チーム多いけどチーム、そんなチームにしたいから、だから外のフェスとかに出た時にもそう目を引くようなっていうアイドル、ザ王道、正統王道アイドルの衣装にしてくださいって言って、フリフリのどんな感じのやつにしますかみたいな写真とかも送っていろいろそうしましたね。うん、水色でって言って、可愛い青と水色でちゃんとヒョウ柄もね入ってて、そうめっちゃ可愛くない、あれキラキラやし、もう青が良すぎてカルピスとかポカリとかそういうね CM が似合うような爽やかなやつにしてくださいって言いました。希望通りしてくれて、髪飾りまで可愛いんですよ、ここのとこにねついてたんですけど、私はなんか羽みたいな感じでついててめっちゃ可愛いんですよ。なんかいろんなパターンあって、そうゲネの時にはあやかとしんしんさんはめっちゃねなんかなんていうんですか、ティアラとなんかメイドさんみたいなやつつけてたんですけど、なんか本番はつけれなかったみたいですごい悔しがってたんですけど、そういつかねまたつけれたらつけてほしいですね。うんうんうん、めっちゃ可愛い衣装でした、本当にめっちゃ気分上がります、だから可愛い衣装着てたらルンルンで、そう、うんうんうん、そうなんです、ウィンブルドンへ、そうウィンブルドンへ連れてってなんですけど、私なんかこのセトリが出た時にまだどの誰がどのユニットに振り分けられるとか決まってなくて、私も知らなかったんですけど、でなんかキャラ的にっていうか、まあ積んでるやろうなと思ってたんですよ。そしたらなんとウィンブルドンですよ、可愛い系になりましてびっくりですわね、嬉しいでしょみんな、でも勝手に言ってるけど、そうテニス部なんで選ばれたのかなって思ってます、部活系なんで、ガッツポーズです、よかったです。ウィンブルドンのペンライト青、青かな、どうなの、衣装にする方がいい、いやでも青かな、私の色で。そうなんかハート型もね、ナンバー笑顔の時ハート型も数回しかできてなかったんで、そう可愛い系やっとできて嬉しいです。ずっと元気系だった、まあ元気系なんですけどウィンブルドンもまあでも可愛い感じの衣装で本当に可愛いに振り切ったユニットなので、メンバーもねシンシンさんとあやかっていう可愛い系なんで、そう嬉しいですね、やっと可愛い系できて。そうツンデレになるかと思ってた、ツンデレもやってみたい、でもなんかファンの方からもなんかルームスでなあのセトリ会議みたいなしたじゃないですか、セトリ大予想みたいな、その時に結構ツンデレっていう声も多くて、おおって思いながら私はやらないんですけどねって思ってて、そう弥生坂でツンデレかなと思ってたんですよ最初は。そうそうウィンブルドンでしたフリフリの
フリフリでフレフレフレでした。うん、念願だった。そうなんや。ね、頑張って、めっちゃ可愛いですよ、あの振りね。まあ他のユニットもいつかやるかもしれないんで、お楽しみに。その時は今後の公演からね、そう、昔はユニット4つだったんですけど、今まで3つでやっと4つに戻りました。ね、すごい、どのユニットも個性が出ていて面白いです。うん、でその次が100年先でも、100年もびっくりしたよね、映像見た時、これやるんかと思って。そう、もうすごかったですよ本当に。振り起こしの時にもう腕どうなってんのみたいな、何回回ってるみたいななって、でもここ点でねやってた曲なんで、そう、リベンジです。そうなんですよ、リベンジ。うん、そう、ワック、そう、ワックって言うんですけど、この頭のね、ここでこう回してやる振りがめっちゃやるんですよ、ここ。なんかもうこういうのとかもめっちゃ腕回すんですけど、でめっちゃ好きなんですよ、曲的に。曲めっちゃ好きで、このセトリに入る前からずっと聴いてたんですよ、プレイリスト入れて。めっちゃ好きな曲調なんですよ、なんで嬉しいですね。嬉しいけどむずすぎる。めっちゃむずくて、そう、ここ点でねやってたんで、去年の映像とかこう残ってて、ここ点のライブとかでやってた、それのね、そう、小さをこう拡大してやってました。覚えましたね。そしたらね、なんかの曲でね、その後の曲はなんか水の中かなんかの時にリサにね、あの公演が終わってから、なんかチーシさんの踊り方に似てきたねって言われて、みたいな。自分ではそんな実感ゼロだったんで嬉しかったですね。やっぱなんか似てくるんかな、分からんけど、そう、うんうん、100年本当にむずいんです。本当にむずいんですよ。サビがね、あの一番あの前で踊ってるんですけど、めっちゃ練習したんで、でも見てください、ぜひ。これからも成長していくと思うので、初日と見比べて上手くなったなって思ってもらえるようにね、そう、頑張ります。そう、めっちゃまずいですね。うん、ゆいなさんとね最初出てくるんですけど、こうやってキャップ、服キャップで側転ね、側転。なんか舞台監督さんにこの曲で側転今まで見た中で一番綺麗やったって言われてました。でもゆいなさんと弥生だったんですけど、昨日一番綺麗やったって言われてて、ねえ、新体操コンビ弥生も綺麗すぎるよね。そう、歌い出しなんです。長い空の丘坊なんですよ。うん、9期生がアンダーで入りたか、そうなんや、聞いたことないで。聞いたことないけどね、またいでくれるとね、楽しみですね。新しい、また風が吹きそうで、そうしたら、確かに。
次、脳幹。脳幹は弥生のご両親曲です